ようやくこの日がやってきましたね。本日行われる捕虜交換はドマとガレマール帝国との和解と共存に向けた最初の一歩。実に喜ばしい。わしとしても平穏無事に捕虜交換が終わることを願っている。ところでそちらのコンテナの中身について伺ってもどうにも気になるものでな。ああ、これですか。前回渡しそびれたのですが、ちょっとした手土産ですよ。ドマの復興にはいろいろと物資がご入り用でしょうから。おお、これは痛み入る。かような心遣いがあるとは思いもよらなんだ。すでに交換すべき対象者がそちらの手に渡っているようだが、大事の前の小事、あえて異を唱えまい。それは私のことかい？
四つ湯。そう、私の名は四つ湯。苗売りの意味語にして差し配の家父。そしてドマ代理総督、お前たちをすべお前たちから搾取するものだ。記憶が戻ったのであれば、そなたも捕虜交換の対象。大使殿と帝国へ帰るというなら認めよう。だが、未だドマ代理総督を名乗るのは認められんな。反乱軍の頭目風情が生きがるんじゃないよ。帝国の支配に抗う者あればことごとく粛清せよ。これがゼノス様から与えられたただ一つの役目。私はそれを果たし、ずうずうしく、ふてぶてしく、デートのようなこの国に君臨し続けよう。これよりこの地に明けは来たらず、我が腹より満ちる闇に飲まれ、とこしえに黄泉の国となろう。そこに私は輝く、冷え冷えとした月のごとく。この光は晩神。ドマ人の女が晩神召喚を行った。これは明確な協定違反だ。捕虜交換は中止、撤退準備を急げ。しかし皇帝陛下の代理者たる全権大使に逆らうのか。いいな、撤退準備だ。であります。ヒエン様、退避を。だが際を見誤るなと。かたじけない。今ひとたびそなたの力を貸してくれ。
わしらは撤退するが、徴用兵たちの脱出を導くのを忘れるな。今度こそ誰一人として見捨てるわけにはいかんぞ。承知。やはりお前が立ちはだかるか。今ならわかる、その忌々しい光の力が。だけどね、今や私は夜の神、白道教から生まれいでた夜と月を滑る月読みなのさ。この力を持って、あと一つ憎くて憎くてたまらないものを葬り去る。お前にだって止められやしないよ。さあ、賭けの続きといこうじゃないか。ドマに夜明けがあるのか否か、未来とやらを占うのさ。